ティンドゥフは、アルジェリアの都市、ティンドゥフ県の基礎自治体。アルジェリア最西端の都市である、ティンドゥフ県の県都である。1970年代のティンドゥフ西サハラからの難民が多く住み、ポリサリオ先生の本部もティンドゥフに存在するため、サハラアラブ民主共和国の首都機能を事実上、有している。サハラ砂漠の深部、モロッコや西サハラ、モーリタニアとの国境沿いに位置する、 オアシスト市で交易の用地である。上記三国に睨みを聞かせられる位置にあるため、アルジェリア軍の軍事基地がある。ティングフは1852年、タジャカント族によって建設され、キャラバン交易の用地となった。しかし、1895年には、レギバット族によって破壊された。1934年には、フランス軍が征服し、以降フランス軍の拠点となった。また、 同地には西サハラ逃れてきた人々が難民キャンプに暮らしていて UNHCR によると2019年現在12万5000人が支援物資を頼りに暮らしている空港がありアルジェリア航空が首都アルジェやタトシトティングフを結んでいるありがとうございます